広島高速5号線の双葉山トンネルの掘削工事が明日から再開されることを受け、地元住民が撤回するよう申し入れました。申し入れをしたのは広島市東区牛田東地区の住民で、広島高速道路公社に249人分の署名を提出し、工事再開を撤回するよう求めました。広島高速5号線の双葉山トンネルでは地表面の隆起が見つかり、去年12月から掘削工事を中断しています。公社は対策を講じた上で明日工事を再開するとしていますが、住民側は説明が不十分として住民と合意した後に再開するよう抗議しました。安全安心の確保と、それから円滑な工事の推進ということの調和を図るということがこの調停で成立させていますので。公社は明日の午前8時から工事を再開するとしています。